死の目は、日本海軍の吹雪型駆逐艦6番艦、佐世保海軍交渉で建造。当初の艦名は、第45億駆逐艦で、竣工直後の1928年8月1日付で、死の目と改名された。日本海軍の艦名では、死の目型駆逐艦の、死の目に続いて2隻目である。吹雪型5から8番艦は艦名に、雲を持つため運休とも呼ばれた。 第3水雷戦隊機下の第12駆逐隊に所属し、太平洋戦争初戦の南方作戦に伴うマレー作戦に従事する。開戦からわずか9日後の1941年12月17日に、ボルネオ島北方ミリ沖で空襲により沈没した。吹雪型駆逐艦としては、太平洋戦争で初の戦没艦となった。 1926年6月25日、佐世保海軍交渉で建造予定の一等駆逐艦に第45駆逐艦の艦名が与えられる。8月12日、佐世保海軍交渉で帰港。1927年11月26日に浸水。1928年7月25日に竣工した。同年8月1日、第45駆逐艦は、 死の目と解明された。同年8月1日付で、吹雪型山積により、第12駆逐隊が編成された。12月10日府の艦隊編成で、第12駆逐隊は、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入された。1929年5月10日、姉妹艦村雲が竣工して、第12駆逐隊に加わった。1931年5月10日から、 クレカイ軍交渉で入居し、改修工事を行った。12月1日、日本海軍は吹雪型山積により、第20駆逐隊を編成した。1933年2月1日から11月15日の間は、下の目と薄雲の駆逐隊編成を交換し、第12駆逐隊となった。12月1日、第20駆逐隊はご警備船隊の所属となった。 1936年12月1日に第20駆逐隊は解体された。同駆逐隊に所属していた篠の目は第12駆逐隊に編入され、12× は定数4隻となった。同年から1937年4月にかけて第12駆逐隊は5警備セ隊に所属した。12月1日第12駆逐隊は 第2水雷戦隊に編入された。1938年末の艦隊再編で、第12駆逐隊は、空母流上及び、空母総流と、第2航空戦隊を編成した。1939年11月15日、第12駆逐隊は、第2航空戦隊から外れた。1940年5月1日、第1艦隊霊下に、 第3水雷戦隊が新編された。新編時の3水戦は、軽巡洋艦川内、第12駆逐隊、第20駆逐隊であった。第3水雷戦隊は、第2図解士艦隊に編入されて、日中戦争に加わり、カナ南での沿岸作戦、北部仏印新中作戦などに参加した。同年8月15日、両艦薄雲が、中国大陸沿岸で植来し、 長期修理のため、第12駆逐隊から外れた。11月15日の艦隊再編により、第3水雷戦隊に、第11駆逐隊と、第19駆逐隊が編入された。1941年4月下旬以降、第3水雷戦隊は、内海西部で訓練を行った。6月5日、山水戦は、伊勢湾に入港、各艦乗り組員は、伊勢神宮に参拝した。 8月中旬、第12駆逐隊3隻は、佐世保海軍交渉で入居整備を行った。9月12日に次年度編成が内示され、村雲と忍の目が第12駆逐隊として、空母総流、空母飛流と第2航空戦隊を編成する予定だったが、実現しなかった。太平洋戦争直前の第3水雷戦隊は、マレー半島や、 東南アジア方面を担当するバキタル部隊に所属していた。1941年11月20日、第3水雷戦隊は、クレを出港し、11月26日にバキタル部隊の集結港である海南島の三ア港に到着した。マレー半島攻略を担当する第25軍の輸送船団も三アに集結を完了した。シノノメと村雲は、 三亜港の案外紹介任務に従事した。12月4日、南図海艦隊主力と陸軍、第25軍などを乗せた、竜白丸いか日本軍輸送船団は、三河を出撃、マレー半島に向かった。第3水雷船隊と第1総海隊、第11区船隊は、第1次上陸部隊の第1護衛隊となり、第3水雷船隊司令官、 橋本慎太郎少将が部隊を指揮した。12月7日午前10時30分、輸送船団と護衛艦隊は、洋上で分散した。第12駆逐隊と、第20駆逐隊、総海転4隻、第8号区船艇、不接艦初高などが、マレー半島北部へ、小沢町艦時期卒の従順洋艦を呼びかわないと、第19駆逐隊などが、 ワビビ死体の輸送船3隻を護衛し、コタバルに向かった。午後10時頃、シノノメなど、第12駆逐隊と安藤死体を乗せた、輸送船6隻は、パタニとターペ方面に向かい、シンゴラに向かう山下中将を呼び、第5師団主力部隊らの輸送船団と分離した。12月8日午前0時35分、シノノメと輸送船2隻がターペに向かい、 安藤常雄大佐時期卒のパタニ湾上陸船団と分離した。午前3時、ターペパタニの両部隊が上陸を始め、大きな抵抗はなく、上陸に成功した。12月8日午前1時30分に上陸が始まったコタバルは、激しい抵抗にあった。朝までに第一陣の上陸に成功したが、 空襲で、淡路山丸が炎上して放棄され、桜丸や、綾戸丸にも爆弾が命中して、損傷。上陸船団は一旦上陸を中止して退避した。下の目など、マレー半島北部に展開した、駆逐隊は、合流のため、コタバル方面へ移動した。12月9日午前1時30分に護衛隊が集結し、再上陸を決行して成功した。 12月9日午前11時25分、橋本は、ボルネオ島攻略作戦に派遣する予定の駆逐艦4隻に、カムランワンへの帰祷を命じた。同日夕刻、南図海艦隊機関の従順潮会から、イギリス東洋艦隊出現の連絡があり、橋本は、第三水雷戦隊の再合流を命じた。イギリス東洋艦隊出現時、南方部隊本隊、 マレー部隊主力部隊、マレー部隊水雷戦隊は、各方面作戦のため広範囲に分散していたので、ある。午後11時、シノノメなど4隻は、川内と合流した。12月10日午前1時30分に、第3水雷戦隊は集結し、町会など主力部隊との合流を目指した。午前5時35分、バキタル部隊指揮官は、第3水雷戦隊にプロコンドル島での、 燃料補給を命じ、第3水雷戦隊は午前8時に同等に向けて北上を始めた。東洋艦隊がシンガポール方面に反転したため、午前8時15分、南方部隊総指揮官が水上部隊の追撃を断念することを伝えた。海戦壁頭に行われたマレー半島への先制作戦は海上作戦、陸上作戦とも成功した。 また12月10日の基地航空部隊によるマレー沖海戦の勝利は日本軍の南方作戦に大きな弾みとなった。12月11日、南遣海艦隊はカムラン湾に集結し第二次マレー上陸作戦とボルネオ島攻略作戦を発動した。第二次マレー上陸作戦とボルネオ攻略作戦は並行して行われることになった。日本軍は 川口清志県陸軍少将が率いる川口支隊、海軍陸戦隊と第四節営班により、英領ボルネオ島攻略部隊を編成した。また、第十二駆逐隊と第七号億戦艇で、第二護衛隊を編成し、ボルネオ攻略部隊の護衛と上陸支援を命じた。このほか第七戦隊第一小隊、駆逐艦吹雪と、さぎり、長ら形形慶二王艦揺ら、 特設水上規模艦上川丸などが、ボルネオ上陸作戦に投入された。12月13日朝、ボルネオ島攻略部隊と、第2次マレー上陸部隊は、カムラン湾を出撃した。第2次マレー上陸部隊と分離し、ボルネオ島攻略部隊は護衛隊本隊指揮官栗田竹雄第7戦隊司令官と共に、ボルネオ島に向けて進撃した。 12月15日深夜から16日未明にかけて、攻略部隊は、ボルネオ北部のミリに到着した。護衛艦,艦艇は、ミリ白地に白雲と第七号区船艇、輸送船3隻、ルトン沖に、村雲と輸送船6隻、セリア沖に、下の目と輸送船ヒヨシマルが展開し、物資、人員の揚陸を行った。川口死体の上陸作戦は成功し、油田施設も占領した。 12月17日朝以降、ミリ攻略部隊は旅重なる空襲を受けた。同17日午前8時頃、セリア沖のシノノメは、第7号区戦艇と任務を交代し、8時15分に、ルトンに単独で、向かった後、消息を絶った。午前9時頃、飛行艇と交戦中という発信者不明の電信を、村雲が受信した。同じ頃、 日本軍船団や白雲がバラム東台付近で火災と白煙が立つのを目撃した。周辺を飛行中のオランダ軍の GVT- に所属飛行艇が付近の海域で駆逐艦を爆撃し3発の命中弾と試金弾1発を与えたと報告した。第12駆逐隊司令の加齢により第7号区船艇が午前11時と午後0時15分に 周辺海域の調査を行ったが、何も発見できなかった。午後に、上川丸の水上偵察機や村雲が捜索し、バラ無島大北15キロの地点で、タクアン村や重油を発見したため、第二護衛隊は、篠の目の遭難は、確実と報告した。笹川広志館長を含め、乗員228名全員が戦死した。沈没原因は、空襲が有力だが、 嫌いに触れたとする遺説もある。1942年1月15日、篠の目は除籍された。3月10日に、第12駆逐隊は、解体され、残存艦の村雲は、第11駆逐隊に、白雲は、第20駆逐隊に、それぞれ編入された。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌268から270ページによる。小徳一中佐。 1928年2月15日から1928年6月15日、小賀野徳一中佐。1928年6月15日から1929年11月30日、坂井清志新中佐。1929年11月30日から1930年12月1日、山本正雄中佐。 1930年12月1日から1932年12月1日、武田清子中佐。1932年12月1日から1933年1月25日、柴田地から中佐。1933年1月25日から1933年11月15日、西岡持康中佐。 1933年11月15日から1934年11月15日、佐藤虎次郎中佐。1934年11月15日から1936年11月2日、吉村新部中佐。1936年11月2日。1936年12月1日、山城勝森少佐。 1936年12月1日から1937年7月1日、北村正幸中佐。1937年7月1日から1937年8月16日、山本明少佐。1937年8月16日から1937年11月15日、香川隅と中佐。 1937年11月15日から1938年12月15日、金岡国蔵中佐。1938年12月15日から1939年12月1日、小釜五太郎中佐。1939年12月1日から1940年10月15日、笹川広史少佐、中佐。 1940年10月15日から1941年12月17日、戦死。ありがとうございます。